さあ、じゃあね、ちょっと時間もできましたんで、できちゃったっていうのが正確なところかな。ちょっと揚げ木の街並みにできましょうか。揚げ木っていうとこの辺りのねイメージが強いんですけど、あの昔ながらの商店街ってのはこのね登ってたところにあるんですよね。まあちょっと大変な場所なんですけど、せっかく30分あるっていうんでね、30分あるんやったらちらっと見るぐらいはできるかな。この辺りも昔、この辺りも十分昔ながらな感じのねありますけどね。ちなみに和菓子屋さんですけど、バースデーケーキがあるんですね。不思議だ。あ、渡れるな。京浜せんべい、北西町メーカー、聞いたことねえ。そんなのもあるんですね。お供えは、まあもうこの時期はお供えがね、やっぱしもう鉄板ですよね。こういったところでは。はあ、暑い。もう年なんでね、おっさんなんでね、汗が油ぎってますんでね、非常に深いです。一応ちょっと登ってきますね。本当はあんまり早足にすると結構な登り坂。本来、平行がこの辺りかなってことなんです。結構上に登ってるの分かりますかね。でずっと登っていくと、この辺りがね、旧、昔ながらの商店街って言ったらいいのかな。揚げ木の商店街というふうになってまして。奥の郵便局ぐらいまで行こうかな。ずーっと奥まで行って、そこから降りてね、ガソリンスタンドとかが出てきたところを降りて、そこからさらにずーっと行って、なんか新しくできてる道をさらに登っていくと、市役所があるってことね。市役所もめちゃくちゃ遠いんですよね。でもなんか新しい商店とかできてるな。なにこれ。なんか綺麗な。あ、こっちもお店になってんだ。こんなんできてんだ。新しくできた感じですね。この文具屋さん、本屋さんは昔からありますけどね。佐野屋さん。ね。で、みんな大好き、森永牛乳のイラストなんかも出てきましたけど。ちょっと後から顔書き足しましたよね、これ。絶対書き足しましたよね。まあいいですけどね。さて、また熊本戻ってくると、和菓子屋さんとかもあってね。ね、こんな感じで。わかるかな？あ、これわかりやすい。これわかります。ね、こんだけ坂なんですよ。いや、やっぱここは硬いよな。ここね、昔ながら今もね、やってるんですよね。おもちゃ屋さんね、近藤玩具店さんってね。まあ今日なんかは、おじいちゃんおばあちゃんが見られてるんじゃないかなって言っとったら、わかりやすく、わかりやすく店内で、お孫さんを連れたおじいちゃんがいましたね。ね、ここぞとばかりに買って、ね、親子さんで、ね、ここぞばかりにじいちゃんにね、じいじに買っといてもらいなさいっていうね、そういうね、やるとかありますけど、まあ、そういうでおじいちゃんでね、嬉しいんですから、ウィンウィンということで、いいんじゃないでしょうか。花物屋さんなんかもありますけどね。三重銀が出てきたから、ここはパン屋さんだったんかな。こんなところ、薬局新しく、得意な。建物自体はあれですけど、前側めちゃくちゃリニューアルした感じですね。斉藤院さんのところの、あれかな、処方箋やってるのかな。ね、結構奥とかに入ってても、ね、時計屋さんとかね、いろいろあるんですよ。ちょっとすいません。30分やから、ちょっとこっちの奥まで入っていくと無理かな。ね、で、いや、見えてきた。ここはね、北西郵便局。なんやかんや言ってよく特定記録を出しに来とった北西郵便局さん。差し出しにね、ここまで来てましたね。考えてみると。うお、蜂がいっぱい。こんなとこ食堂があるんや。植木食堂、へえ。あ、そこの奥の古民家が食堂になってるんですね。こんな時間やってないみたいですけど。で、一応こっちの方までバスは来てますということでね。
そこの交差点からもう一つ先か、あのスタンドとかがある交差点はね、うん、ここは北西郵便局ということで、まあ、もうここもな、今も集配やってるはずです。規模は本当小さいんですけどね、一応集配郵便局になっておったんじゃないかな。ただ意外とまあね、集落としては結構でかいですから、激場で、いなべ市役所まっすぐってなってますけど、ここから結構ありますからね、歩いていくと大変です。本当市役所の方に行くとね、あれもあったりするんで、ソフトクリームとか売ってたりするんでね、行ったらいいのはいいんですけどね、ちょっとね歩いていくにはしんどいですよ。でこの奥、誰かここ曲がってすとんと奥行ったところに北西スーパーの本店があったのかな、一歩手前でしたっけ、覚えてねえなあ、マジ、確かこの辺りにあったんじゃなかったかなと思うんですけどね、うん、この辺も新しくなんか立つところじゃなかったかな、あ、そうやんね、文英堂さんがあるね、確かここだったかな、うん、まあ確かに、敷地としては狭い面積でやってましたからね、うん、確かここか、そうだ、でもなんか今新しく作ってる、これ普通の民家って感じじゃないですよね、なんか商業施設作ってるのかな、なんかそれはそれで楽しみですね。でここが、鮮魚仕出しになってるんですね。今日なんかは限れるかね、今日というかお盆はね、でも今年はちょっとあれだったかもしれません。あ、でもお弁当なんかもやってるんですね。へえ。ああ、時代屋さんとかね、奥の時計屋さんとかやってるのか、今日はさすがに閉まってるでしょうけどね。あ、うなぎの香りがする、いやあ、うなぎの香りがする、いいな、うなぎの香り。ここはお魚屋さんか、あ、魚屋さんでそれでか、うなぎもねやってるわけだな。へえ、まあ、ちょっとこの奥行くとちょっとずれちゃうんでね、ちょうど時屋さんとかも、ね、今日は閉まってるみたいですし、今日は忙しそうですね、どこもやっぱしお盆ということで、この辺りはお盆が逆にこういったね、仕出しとかも書き入れ時なのかもしれませんね。じゃあちょっと下ってきましょうかね、言うてこの標高にまで上がりますからね、さっきの草加病院がね、こんな見下ろす形になってますからね、結構登ってるんですよ、ここ。あれ昔鍛冶屋さんがあったんですよね、この辺りに。どこだったっけ、そこで薬屋で違うけど、そう、鍛冶屋さんがあってね、昔来た時にね、一回ね、おじいちゃんがね、刀鍛冶やってました、カンカンカンって、あの真っ赤にそ、ね、赤くなった鉄を売って。どこだったかな、結構下の方のこの辺りだったような気がするんですけどね。これみりんだ、聞いたことねえな。ここは呉服屋さん、呉服屋さんでも響きがね、探しが入ったらしいですよ。時間じゃないかな、お客さんが入っとるこんだけ新しい感じの店だと入りやすいですよね、若い方も、うん、お、ふっくらつやつやパールライス、懐かしいですね、三重県といえばパールライスですからね。じゃあ駅に戻ってターミナルしてね、もうこっからはそんなに歩かなくていいか。あ、ちょっと、富田でもしかしたらまたちょっと歩くことになるかもしれませんけどね。いやー、汗かくわ。すごい汗かくわ。もう日焼けすごいですし。じゃあ先にトイレを借りて、まだ電車も来てないですね。電車も来てないんで、ちょっと、駅の構内を、プラプラプラと、やりますか。うん、バスも来てる。
さあ、このバスとどっちが早いのか競争してみてもいいところですけど、残念ながら途中の東院駅で降りないといけませんからね。今回はちょっと企画がね、新しい企画が増えましたからね。さあね、綺麗な橋もかかってます。で、後から作った感じですもんね、この橋とかも、うん、昔からあったのを書き換えたのかな。展示ブロックは昔からあった感じですね。なかなかカーブしとって面白いですね。なかなか優雅に展示をご案内しておりますね。